億万長者合宿をご覧の皆様こんにちは。今日は2つの定義をね、皆様にお伝えします。どんな定義かと言いますと、ビジネスマンというものの定義とカモの定義です。この2つ今日はね、しっかりと覚えておいていただきたいと思います。どうかけらなく言っても、どう着飾っても、この2種類しかもういないんですよ、皆様の生きているその戦場には。本当これ戦場ですからね。今回のコロナ騒動ってのありますけども、結局これほどね、危ない時代に、世界中が困った時代に陥っても生き残る人、もしくはそれよりも強くなる人っているわけですよ。あなたはどちらですかってことなんですよ。みんなが店を閉めたり会社畳んだり苦しんでるから、自分が苦しんでてもしょうがないんだと思って攻撃をやめてしまうのか、それともね、いや、みんなバタバタ倒れていくけど俺はこんな状況でも生き残ってやるぜっていうふうにマインドアップしていくかってことが大きく問われるわけなんですよね。その中で私は2つの概念を今日、厳しいんですけども、お伝えしようと思います。これはね、吉谷さんもなるほどなって言ってもらえると思うんですよ。まあ言ってみればね、この定義のもとに私たちはこの戦場で戦っているということになります。ちょっと前置き長くなりました。ここから短いです。ビジネスマンとは何かというね、定義なんですけども、これはね、お金をもらうために知恵を絞る人なんですよね。だから結果お金もらえてるんですよ。知恵を絞ってるんで、お金をもらうまで知恵を絞りますよ。それこそ24時間呼吸をするように、朝起きて寝るまで、いや、寝てからもね、夢の中で知恵を絞ってます。こういう人じゃないと目の前の人からお金もらえませんよ。でもっとね、難易度の高いネットの向こうの人に語りかけることはできません。やったつもりになってるだけ。これがビジネスマンです。もう一回言いますよ。ビジネスマンの定義とは、お金をもらうために知恵を絞る人です、ね、知恵がなければ勉強していく、体験していくってことになります。で、カモの定義ですね。カモ、カモはどういう定義なのかというと、大したことをせずにネギがもらえると思ってる人なんですよね。大したことをせずにですよ、で表現はいろいろありますよ。簡単に稼げますとかね、これをやってるだけでとか、いろんな表現ありますけども、そこにまでたどり着かないんですよね。だって簡単に稼げますの簡単のレベルが、おそらくカモと言われてる人はもうすごい難易度の高いことをやってるんですよ。でもプロフェッショナル、ビジネスマンから見たら、ものすごい簡単なことなんですよ。ものすごい簡単なんで、この簡単なことやったら稼ぎますよっていうのに、その簡単なことが全然できないんですよ。そのぐらい意識に乖離があるわけなんですよね。これはね、残念ながら真実なんですよ。で、本当に自分をね、高く見せるわけじゃないんですけども、私はブログを1万個、14000個作りましたけども、これね、苦痛でも何でもなかったです。ただもう一回やるって言われたら嫌ですね。やってる時は、何の苦痛も感じなかったです。痛覚麻痺ですね。何にも感じなかったです。だってお金を稼ぐためにとりあえず突っ走っとくかと思ったわけなんですよ。一つのブログでトップ表示させることは私にはそんな能力ありません。自分の力量をよくね、見誤らずに、自己評価したら私はトップブロガーにはなれないと思ったんですよ。でも数多く作ることはこの体力でできると思ったんで、数多く作りました。誰もが作ったことないような数、そうですね、1万個突破する、その数ってのは多分作れる人いないでしょ。いや、1000個ですらほとんどの人は作れないと思います。1万人いて、1000個ブログを作るぞ、よーいどんってやって、多分ね、やり通せる人って1万人中1人ぐらいだと思いますよ。その1人が私だったということだと思うんですよ。でね、ここからちょっと定義の話を終わらせていただいて、給料泥棒ってことについてお話したいと思います。これもね、多くの方には耳の痛いことだと思いますけども、この概念からもう目を背けているから、いつまで経っても稼げないんですよ。いつまで経ってもカモのままなんですよ。で、いきますよ。給料泥棒ってどんな人なのかっていうと、会社を辞めたいと思っている人、これ給料泥棒の可能性があります。で、あと上司に悪口を言う人、これも給料泥棒の可能性があります。部下に悪口を言う人、これも給料泥棒の可能性がありますよね。お客様に悪口を感じている人、言ってる人、この人も給料泥棒の恐れがあります。いいですか。あのね、なんで給料泥棒かっていうと、文句を言ってもいいんですよ。で、文句を言った以上お金もらうなってことなんですよ。そうでしょね、今回は厳しい口調で言いますけども、会社を辞めたい、でもお金はください、会社に悪口は言うけども、でもお金ください、上司や部下に気に入らないことを言う、ね、不満がある、でもお金ください、お客様に不満がある、お客様が気に入らない、でもお金ください。お金もらうなよって話じゃないですかね。で、自分の言いたいように言って、自分の感じるように感じといて、お金はくださいって、どの世界の人がそんなこと言うんですかね。で、自分で会社を経営してみて考えてみてください。会社を経営して社員が給料日に給料くださいって言うわけですよね。当然ですよね。でも会社辞めたいんです、給料ください、必
会社のことは、ね、本当に良くない会社だと思います。給料ください。うちの上司はもうクソです。給料ください。うちの部下使えないんですよ。給料ください。いや、お客さんほんまめんどくさいですね。給料ください。これ給料泥棒じゃないですかね。いや、ビジネスマンを自負するなら、やっぱり知恵を絞らないとダメですね。もうそれはね、本当その通りなんですよ。まあ、普段柔らかいこととかね、冗談めいたこととか悪ふざけとかする私ですけども、お金をもらうために知恵を絞らなかったことはないですね。で、知恵がないんだったらやっぱりこう汗をかくっていうかね、体力を使いました。それでもダメだったらね、もう何と言いますかね、靴を舐めてでも、その辺の草を食ってでも、自分が笑い者になってでも、自分がすごい恥ずかしい目にあってでも、お金がもらえるんだったら、それはビジネスマンとしてのミッション達成だと思うんですよ。ビジネスマンとして何がね、もうプライド倒れなのかっていうと、今日も1円も稼げない自分がいるってこと、これがね、最もビジネスマンとして恥ずかしいことなんですよ。これはビジネスマンではないんですよ、カモなんですよ、こういう人は。ということをね、ちょっと厳しく言わせていただきました。ちょっともうちょっとね、激しい言葉があったんですけど、今日は控えました。私のね、速稼塾のスペシャルマイノリティコースっていうのがあるんですけども、これはね、多くの人にはその存在すら知られてないんですけども、ここはね、むちゃくちゃ厳しいんですよ。もともとはね、1泊2日50万っていう合宿のコースだったんですけども、ここでね、本当に一晩中と言ってもいいぐらい、まあ、罵倒に近いようなマインドチェンジをさせるような場所だったんですよね。でもね、もうなんですかね、お昼、翌日のお昼とかに解散するんですけども、昼2時ぐらいにカレーを食べた後に解散するんですけども、もう感動の涙でね、終わりますね。大抵これね、マンツーマンでやるんですけども、今まで6人しか参加したことがないです。これむちゃくちゃ私もヘトヘトになります。だってね、目の前のもう本当にね、愛すべき塾生ですよ。その塾生をもうこっぴどくいくわけですから、これね、私も辛かったですね。まあ、ちょっと余談になりましたけども、今日はね、ビジネスマンとカモの定義をさせていただいて、でね、文句があるんだったら金をもらうなよということね、お伝えさせていただきました。まあ、ちょっと内容的にはスパイスが効いたかもしれませんけども、そういう意識がないとやっぱりね、お金稼げないですよ。自分が実はカモになってるってことを気づかないと、そこから抜け出そうなんて思わないでしょ。ビジネスマン気取りで、いや、今は勉強中なんで稼げなくてもしょうがないんですとかね、違うんですよ。ビジネスマンになった以上、今日から稼がないとダメなんですよ。で、今日からですよ、本当に。もう一回、今日からですよ。ビジネスマンになったぞ、今日から稼ぐんですよ。副業始めました、今日から稼ぐんですよね。そのいつか稼げればいいなって、そのいつか全然来ないですからね、永遠に来ないですからね。そこはもうね、甘く考えない方がいいと思います。もう本当にね、これでビビったんだったら、もう億万長者合宿の動画見ない方がいいですね。たまにこういうスパイスの効いたやついきますんで、心にガツンと届いたんじゃないですか、今回は。それでは吉田さん、次回の動画もお待ちしております。お金を稼ぐのは別に悪いことじゃないですよね。お金どんどん稼がないと、稼がないことが悪なんですよ、稼がないことがね。